こんばんは。髪切ってないよ。切ったように見えますか？切ったように見えますか？でもこう見たら確かに短いかも。普通に切ってないのに切ったって言われる。あるある。髪短いとね、ちみんな気づかないんですよ、きっと。焼肉おいしか今日だったんですよ、マイカーの焼肉。なんか言ってもいいんかわからんくってさ。ね、切ってないってじゃっけ。切ったように切って、切ってないけど切ったように。短いあるある。みんなどうでもいいんじゃろ。僕は切ったよ。あ、僕ね。あ、切ったんや。私はちゃんと気づく人ですよ。人が髪切ったら、お、髪切ったって感じで。いつだったかな、誰だったかな、サーヤンが髪切った時に、なんかいつも絶対に気づかないあのダンスの先生が、サーヤン髪切ったことに気づいて、で、えって、先生髪切ったのに気づいたんですかみたいな。いや、サーヤンはさすがに気づく。いや、そうじゃん。なんかでもずっと一緒に、そのダンスの先生とダンスの先生の助手みたいな方がいらっしゃるんですけど、その方が、助手の方がもう超ロングからバッサリ短く切ったのには気づかなかったんよ。サーヤンのは気づいたけど、まあ、サーヤンもロングからバッサリだったけどね。同じぐらい切ったよ、助手の人が。で、いや、まあ助手の方はもういつも一緒におるけ気づかんのかなとか思って。でも逆に STU のメンバーは人数が多いけ気づくのすごいなと。こんばんは。私は全く気づかれません。ココアはいつもこれじゃもんねって感じ。いや、髪切ってないよ。じゃけ、髪切ってません。焼肉ココアのおごり。いや、違いますよ。マイカーで今日焼肉行ってきたんですよ。で、あの七並べの焼肉イベントのやつなんだけど美味しかった。え、みんなびっくりするぐらい頼むってさ、びっくりしたよ私。こんばんは。焼肉イベの焼肉でした。焼肉で髪切ってない。こんばんは。リコチいっぱい食べたよ。リコチ苦しいって言いながら帰っちゃったもん。いや、焼肉あるの。いや、それな、カニ食べたんよ今日。1個よ、1個、1本。カニ、カニを焼肉するなんて聞いたことないやん。え、聞いたことあるんかな、みんな。私だけ？ゆなやもいましたよ。え、何食べたかな。タン、ネギ、ネギタン、うん、サラダ、ネギタン、エビ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 もあったな。
カルビ食べた食べた。お肉の違いが分かんなくてですね、なんか私が頼むんじゃなくて頼むのメンバーに頼んだんですよ。そしたらメンバーが頼んでくれて、で私は焼いて食べる。こんばんは。みんなが上手に頼んでくれて、あれでした。でもなんかどこの焼肉にどこのどこどこのお店に行ったんだって言うとダメなのでって言われたので、くるくるが YouTube の登録者数足りないって。みんな YouTube を登録しに行くんだ。3期生の YouTube を登録しに行くんだ。日時準備したかった。いや場所見たら分かっちゃうかもね。あ、写真とか見たら。あ、2.5 キロだ、2.5 キロ。あ、でもみんなしてくれてるんや。こんばんはったらこんばんは。焼肉の匂いする？いやでもこの服じゃないよ、もう着替えたけど、うん、ちょっと匂いついた感じするわ。どうやったら匂い取れるの？洗うしかないね。洗おう。ガム噛んでないけど、もう帰ってすぐ歯磨きした。あの口の中があれなのあんまり好きじゃないんで。あ、家にもファブリーズある。ビール飲んでないですよ、全く。私お酒飲まない、あんまり好きじゃない。え、あの、いや、なんか合うんかな、ご飯と。飲んでって言われたら飲む。お、いいじゃん、前髪こうなった。明日の話し会で焼肉？こんばんは。焼肉の話してもしたらみんな焼肉食べたくなるんじゃないの？でもやっぱり焼肉に詳しい人？焼肉に詳しい。焼肉、あの焼肉屋さんで焼肉、私もし一緒に多分焼肉食うってなったら、なんか本当にお肉の違いがあんまり分からんし、焼くのはやるし、でもあ何頼むってなったら分からんけ、焼肉頼んでもらうのがいい。飲み物は自分で決めるし、でも別に嫌いなものとかないけ、もう焼肉で引っ張ってくれる人がいい。焼肉屋さんをリードしてくれる人がいいですね。こんばんは。うん。そうですね。なんかあんまり私ちょっと頼んでってか言われると、でえちえち
もうえじゃあえじゃあまずはタン2人前ロースハラミカルビ、いやまあこれはに関してお肉の違いが分からんけいやマジであのお肉いや恐る恐る、えじゃけさてたで別に私的には単塩1人前でも2人前でも3人前でも今日は単塩の日でも別にいいんですよ、なんかじゃけほんまに、うん、あ今日は単塩しか頼まん、もしそあのリードしてもらって焼肉で今日は単塩しか頼まない日なんだねでも別にだって言われたことあるもん、焼肉連れてもらった時に早川さんとかあのそう焼肉連れてもらった時にもうなんか食べさせがいがあるっていうかないっていうか、いくらおい高いもの食べても安いもの食べても全く同じように喜ぶけどそうなんや、回らないお寿司ってに行ってもすごい美味しいし、ほんまにそうお肉を少し、うん、回転寿司行ってもすごい美味しい、あーもう幸せって言いながら食べるもん、お肉も時計に格付けの番組出れないですね、でも格付け出たらなんでこれにしたんですかって、美味しかったからです、そうじゃない、油のな油のこの乗り具合がどうのこうのとか言えない、うん すぐ消えます、こんばんは、一番好きな食べ物なんかな、うわ待って一番って難しいな、変わるもんな一番って、うん格付けの番組でどっちが高いお肉でしょうみたいに出たら、じゃあちょっとこんな一枚じゃわからないんでちょっと3枚ぐらい用意してもらって先に胃もたれ来た方が高級ですみたいな、そういう感じにしたい、なんかその条件なんか1枚じゃ分からんけど多分先に多分ね油がいっぱい入ってるじゃないですか、高いお肉の方が知らんけど先に胃もたれた方が多分あれだなと思う、高いなと思う、結構正解じゃない、うん、それでがっつり食べようと思う、いやズルココアじゃないよ、もう当てようとしとるのに、あ胃もたれはね高級ですね、じゃけ高いものって少量でいいんじゃない、こんばんは、好きな食べ物なんだろうな、今日何が食べたいって言われて魚が好きなんよね、いやズルしてないってこれはね、確かにどっちのお肉で胃もたれしたか分からんこれ確かにどっちのお肉で胃もたれしたか分からなくなる、こんばんは、
ピラフの米粒2粒で、いやもうそれはさすがに、いや本当に当ててますからね。私も役係するよ。こんばんは。焼肉、今日はなんか厚切り上タンみたいなのを焼いたんですけど、もう丁寧に育てた。厚切り上タンってさ、いや厚切りジェイソンじゃないですよ、厚切り上タンみたいな、えこれ分厚すぎんこれみたいな。お肉噛めるの、いや噛めるよ、もう噛みよ。厚切り上タンがマジでもうこんぐらい、もう指二つ分ぐらい、指二つ分ぐらいの太さで、そうハサミで切った。私が全部ハサミで切りました。チョキ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 、美味しかった、はあ、美味しかった。厚切り上タンのことだけ覚えとる、はあ、美味しかった。タン推しですよ。はあ、他のやつ覚えてない。他のやつは何か何か出されてもね、何食べてるか分からん。これはハラミだって犬が食べたものが、なんかロースだったんかカルビだった、未だに分からん。こんばんは。あ、よかったです。こんばんは。ホルモンは食べてないね。今日ホルモン頼む人おらんかったね。あ、まあホルモンはいいんや。ホルモン好きな人はほんまにホルモンしか頼まんけ、そういう人の時のために食べん日があってもいい。ノーライス、ノーライフ。レバー嫌い。え、待って、なんかレバー頼んだったけどいつの間にかなくなってたな、レバー。あれ、どこ行ったんや、どこに消えたんやろ、あれ。おかしいな。見間違い？まあ肉の違い分からんけ。キムチ頼んでくれてました、誰か。キムチ甘かったな。なんか甘いキムチってあるんやって初めて思った。辛いキムチしか食べたことなかったんかな今までってぐらい。えめっちゃ辛っ、あめっちゃ甘いけどこれキムチみたいな感じだった。めっちゃ甘キムチ。こんばんは。あ、え本番のキムチ甘くない？あ、辛くない？確定？確定って何？確定？何やそれ？何やそれ？わからんな。コウネ食べたこと、ああるよ、カープ行った時かな、コウネ丼みたいな、父さんが頼んだの一口。あ、大根ね、大根大根。え、何が確定？
今日ね大根なし論争がねあってね、ちょっとねちょっとあれだったね、なんかユッケについてくる付け合わせのやつがあれ大根なんかなしなんかみたいな論争が行われてました。そういえば勃発してました。なんか一番最初にみんながユッケを頼んだらしいんやけどさ、そこでさユッケを頼んだのはいいんやけどさ、あのユッケについてきた大根なんか付き合わせが見た目は大根なんやけど味が梨で、で最初リコチがえこれ梨じゃないですかみたいに言って、でみんなから総攻撃歌っとって梨なわけないやんって、これ大根だって梨なわけないやんみたいなことこれみんな言われとって、で私は頼んでなかったっけあれやったけど、でそれおきちゃんもおきちゃんフルーツ食べれんけ食べれとったけ、あこれは大根なんやなって感じで思っとったら、なんか2回目ソラハが頼んで、ソラハ結局3回頼んどるけユッケで、で2回目頼んでえこれはなしかもしれんねみたいな、ちょっとまたリコチンに味方が1人ついて、ほんなら次は3個目頼んだ時にとうとう店員さんに聞いて、どっちだったと思いますか皆さん、これって梨ですかって聞いたよ。そしたらそうです梨ですって、もう即答でえ今まで100回聞かれたことありますかってぐらい結構即答で、あそれ梨ですって言われて、え梨みたいな、マジでみたいな、でも大勝利ですねリコチ、だからさっき言ったじゃないですかって、もうかわいそう私って言ってました。お腹痛い、ああおもろかった、ああ不憫不憫、食い気味に答えられた。おもろかった。ユッケにはリンゴなんやん。そう、おきちゃんもさ、ソラハがえ、じゃあゆうかちゃん大根だと思って食べたら梨は食べれるってことかみたいなこと言ってました。こんばんは。多分よく聞かれるんだと思うよ、え、これは梨ですか大根ですかっていう感じで。タコとイカわかるやろ、え、わからんのかな実際出されたら。てか髪切ってないんだって、髪切ったって思われてしまう、みんなに髪切ったって聞かれる。イカわかりますよ、イカとたこ焼きだったらタコの方が好きかな。焼肉の時飲んでない、あでも一口もらったかな、おきちゃんから、あおきちゃんの話した。誰も飲んでないです、
イカが好きです。あ、タコが好きです。タコカニが好き。カニ、カニ食べた、カニ食べた今日。カニ焼いたんよ。で、なんかちょっとこれはあのね、あのびっくりしたんやけど、もう大人メンバーがちょっと、え、写真集アマゾンが何だって、え、ま、あのホタテとタコ、タコとホタテの盛り合わせみたいなのが来たんやけど、でちょっとなんか、エビとホタテのた、いや違う、タコじゃない、エビとホタテの盛り合わせ来たんやけど、え、アマゾン売り切れ、売り切れたんそれほんまに。え、写真集焼かない、アマゾンは焼かない。え？ほんまに？マジ？100万部じゃない多分そんな。え、本当ですか？まあじゃあでもあれ、いやー、いやーでもこれは次は、あ、生写真付きがね、そんな急に売り切れになること、皆さん次は楽天ですね。いや、別、わかんない、だってこれ、セブンレッド赤いサンタの水着、なんか嬉しいですね。やん、うん、ありがとうございます。プールに飛び込んでよかった。限定じゃない方のあれか、よかったです。密かに好き面なので買います。いや、ぜひとも買ってください、お願いいたします。一冊でいいのか？やばい、何の話しちゃったっけ？あ、そう、ホタテね。エビとホタテがの盛り合わせが来たんやけどさ、なんかホタテ3つぐらいでっかいのがあったよ。それをね、ノアピが全部食べとった。もうホタテ好きな中学生っておるんやと思って、すごーってなったよ。ホタテってどんな味だったっけと思って、
ホタテ食べてあげて。いや、ホタテは食べてない私、ホタテごめん。ホタテあんま分かんなかった、どこにあったんだろう。私どっちも食べてない。ほぼホタテでいい。中学生っての時何が好きだったかなと思ってさ、ハッシュドビーフとオムライスととかそんな感じだったけどね、私好きなもの。こんばんは。あ、茶色い食べ物大好きだった。え、ココアも好きだったよ。昔はココアが好きだったけどね、今コーヒーとかの方が飲むけど。揚げ物、唐揚げにケチャップつけて食べとった。なんか髪の毛がなかった、あれかと思った。あ、ずっとココア一途ですよ。あ、ココア好きです。今思ったらね、なんでケチャップつけとったんやろ、ああ、なんでマヨネーズとかじゃなくてケチャップつけとったんやろって思うよ、私も。唐揚げよ、だってチキンナゲットではなく。まあ、それでね、ケチャップはもう子供的好きすぎて一生食べてたんですよ。だからもういらないんです、ケチャップ私にとって。もう一生分食べたっけ、ケチャップちっちゃい頃。あんまりケチャップ味はあんまり食べないです。ケチャ吸引したことあるよ。怒られたけどね。ケチャップをちょっと飲んだ時に、食べた時に、それみんなが使うのにからどうするんねん、あんたが口つけたやつ他のみんなも使うよって言われたけ、なくなりそうなケチャップを吸引した時も、あんたがそんなのけなくなるわいねって言われるけ、何言っても怒られるけやめました。何やってもケチャップを吸引した時は怒られるのでやめました。あんまり体調にも良くないみたいだし。そうよ、まあ確かにそれはそうだなと。まあもし塩分えぐいの、まあ、確かにケチャップ吸って体調崩したりすることはまあもちろんそうやけど、ちょっと迷惑かかるけね、周りに迷惑かかるよっていうことで気づきなさいよって怒られてましたね。たった2回しかやったことないですね。そう、なんかさ、薬屋の独り言面白いって、あ、これアニメね、薬屋の独り言っていうアニメ面白かった、2回見た。あ、日曜日が待ち遠しい。ケチャップは野菜だから、トマトだから、こんばんは。マオマオ
した嬉しい話が。ハマってしまった。マヨラーじゃなくてケチャパー、ケチャラーじゃなくてケチャパーです。コカーがアニメ見るの珍しい。小学生のメイクもハマってます。本当？え？本当に？合わせて話したいよ。明日は何を話しましょうか。あ、明日久しぶりのお話し会ですか？あ、ドキドキ。あ、ドキドキ。ジンシさんはイケメンそう。え、ジンシさんイケメン。マオマオになりたい、もう。え？でもあれってマオマオが振り向いたらジンシ様はさーっていなくなるのかな、どうなんだろう。え、キュンキュンしますよ。あー、ドキドキ。こんばんは。どんな内容のアニメ？なんかなんて説明したらいいんだろう。薬屋の女の子が急にある日さらわれて、高級ってまあ、お姫様とかがいっぱいいるところに、で洗濯とか干したり雑用係になったんですけど、薬屋から。そこからどんどん出世していくっていう話です。いろんなこうちょっと謎とか病を助けたりして、どんどん出世していきますね。こんばんは。おもろかった。あ、スリリも。でも女の人も、かわいいよね、キャラクターたちが。本当に薬屋じゃんじゃけど、薬屋の知識も使ってどんどん出世していくんですよ。どんどん信頼を得て。どこが好き？薬屋とかって、なんか分からんけどさ、薬ってさあんまり飲み続けたりしたら良くないよね。体が慣れるけ、量が多くなるみたいな。そう、じゃけさ、私も小さい子からあんまり薬に頼らずにちゃんと自分の力でなんかなるべくやるようにした方がいいってばあちゃんにも言われとった。免疫力高いけ、私自然治癒力高い高い。うん、自然治癒力も自然寄せ付けない力も高い。でもコロナ2回なったもんな、誕生日の日になったし。あれはもう免疫力が、あ、免疫か、寄せ付けない力とか。
つにはなってしまいました。悔しい。なんて言ったって誕生日になったんだけど、ね、あ、今日チリパだ。コカちゃん好き、ありがとう。だん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 好きになれ。今日出るんです。最近収録ありました。明けましておめでとうかと思ったら違った。はい、なんで立たされてたかね、ぜひ聞いてください。メールを送ってくださった方ありがとうございました。いつも笑わせてくれる子かは命の恩人だって。え、こんな私がほんまに、いや、いたずらしてないよ。いたずらされたんですよ。よくぜひ聞いてください、読んでください。あー、もう遅刻じゃろとか言ってる人おるわ。もうこんばんは。あさって話せるんだが楽しみなんだが、明日お話し会だ、ドキドキ。うん、朝配信して二度にしたよ。配信ちょっと最近もうそのサブスクのせいで夜更かしがね、どうする。起きれない。でも夜の方が見れるっていう人もいるし、朝元気もらえ、どっちもどうしよう、どっちもどっちやな。こんばんは。薬屋のせいで、朝配信すごい眠そうにやってる。うん、お正月以降リズムしっかり崩れとるね。どうしましょう。悲しい。ちょっと待って、最近こういうことなかったのに。辛い。最近くしゃみの失敗がなかったんですけど、今久しぶりに失敗したわ。もう最近ほんまにさ、くしゃみ失敗した時のムズムズ感やばいよね、ほんまに。でも最近ほんまにくしゃみ失敗しなかったんですよ。久々で。気を張ってると、いや全然気を張ってないけさ今。うん、くしゃみ失敗です。あ、もう出ません。おみき飲んでないよ。美味しいんかな、おみきもらったはいいもの。え、美味しそうに水飲むって何？ちょっと待って、どういうこと？美味しそうに水飲んどる？やばいね。美味しいです。
そういうコメントやめて。お店とかやったらバンされたら困るけ。ただのお店でございますから、ほら。やめて。ウォーラウォーラ。お話から水飲んでるところから始まるイメージですって。あながち間違っていませんが。犬は好きですか？犬好きですよ。猫も好き。私ここにオクラあるよね。こことここと。あ、見えないね。ここにもあるやんけど。ダメだよ、数えたら増えるから。ほくろ。ほくろ数えないでください。私のほくろ数えないでください。ちょっとダメダメ、増えちゃう。写真集で数えるためにも買おう。お、数えてみてください。写真集でぜひ。ほくろ増えた。お眠なってきたよ。明日も朝からお話し会じゃけーね。足のかさぶたがどうしても気になる。Fall in love、 ロマンスの神様、きっと誰か。リリリリル。靴ずれ治ったけどかさぶたは治らん。幸せの予感、きっと誰か感じてる。ロマンスの神様、この人でしょうか。なんか頭から離れん。これが急に急です。痛いよ。かさぶた、うん、諦めました。みんなの夏メロといえば何ですか。
ちょっとさ、最近懐かしい曲を思い出したんよ。当ててみてください。ちょっと、鼻歌でいくね。それで、サビ行くわ。てれてて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 てれてててててれてててて、え、あれだって。そう、剛力彩芽さんの、ねえ君はもう友達じゃない、こんなんじゃなかった。友達より大事な人、そう、心と心で話す魔法、そう、目を見ればわかる。え、これ懐かしくない？え、峯岸みなみさんが踊ったえ、懐かしいんやけど、私これめっちゃめっちゃ好きだった。小学生だったもん、ランチパック。あと何、何歳くらいだったかな。え、小学生、小学生だった。今は中学生じゃない、全然だ、もう成人式しましたから今年。え、中学生、え、10年前、やばい。七五三じゃないって、成人式だって。ほら、みんなの夏メロは何ですか。え、それこそさ、ロマンスの神様きっと何かを感じてるみたいな、これじゃん。この曲はもう超夏メロだろ。もっと、もっと、もっと前、ヘビーローテーション、いつも聞いたヘバリトさん、あの曲のように、拍手が難しい、難しい。心得、うわ懐かしい、めっちゃ父さんが好きだった。どんなだったっけ、なんだっけ、心は思い出せん。甘い色の長い髪を風が優しく包む、涙枯れるまで、声枯れてる。てて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 てれてててて、トゥ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 ルルトゥトゥ。え、くれないってなんだっけ。くれないに染まったぬぬトゥトゥトゥ、チクチクチクパーン。懐かしい。あ、描いた夢とここにある今、ウクレレは事務所に寄贈してあります。寄贈してあります。
I walk in the rain、 よくあってもなく心静かに、なんなさ、タラタタタ、タラララタタラタ、ただし続けてさまよう、いつまでも Until I can forget your love。 わかりません。エンドレスレイン。この2曲しか知りません。2曲も知ってるって言いませんでしたけど。さまよってる。さまよいつの日、なんだな、まどろみなにすれて。あ、やばい、あんまり良くないね、こういうので。わからんけ。オレンジレンジの花ってなんだっけ。わっ、母さんが好きなやつだ。車に流れとった。花なんだったっけ。花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君と出会えた奇跡。なんてやって喧嘩して、いるね、いるね、二人で乗り越えて、生まれ変わっても、ぬぬ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 になろう、花になろう。あ、合ってるかな。うん。母さん、花と、あとあれが好きだった。366日が好きだった、母さんは。365日。あ、366日。え、HY さん、それ。な、ハイさん。ヘイ。ヘイさん。ハイさん。あ、HY さん。でももう知っとるよ。どんな歌詞なんだったっけ。わからん。ヘイさん。HY さんか。HY さんの366日。それでもいい。怖いくらい覚えてるのだ、あなたの匂いや仕草やすべてを。いや、声がカスカスでさ、ちょっと歌やもんね。それだ。モンパチ？広い宇宙の数ある一つ。低いやつじゃない。青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く、小さな島のあなたのもとへ。ででん、あなたと出会い時は。この歌めっちゃ好きだった。なんかてか、これはなんかモンゴルハチさん、モンゴルハチさんとは知らずに知っとったよ。響くは遠く遥か彼方へ、優しい歌は世界を変える。え、モンゴル八さん、八百さん。え、だってみんながモンパチって言ったやん。モンパチって言ったやん、みんながモン八かと思ったやん。みんながモンパチって略したやん。だって、そうか。
そう、世代じゃないのにね、なんか中学生の時はめっちゃ流行っとった。そうなんよ。それで知っとる。ほら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの。ただ、あなたにだけ届いてほしい響け恋の歌。ほら、ドラマ？なるほどね。ドラマ、じゃああれじゃん。私はあれじゃん、懐かしいよ。テレレレレテ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 レ
ヒント並みの街が狂ったな、ひらめき鳥たちは運ぶわ、枯らせた人々の群れ、チュンチュン意味なんかたがってた、ない桜しかあるだけ、ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ、ドゥドゥルルルドゥルドゥ、いたらきっと見上げて思うのだった、この世にいる種は二人わからん、チャ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 、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいるか、わかりません。え、踊ってたよ、もう覚えてたよ、これは中1だったから、めっちゃ好きだった。そっか、ドラマで流行るのか、寒い。小袋さんじゃない？めっちゃ私夏メロといえば、え、小袋さんってどんな歌だったかな、あ、赤い糸の、赤い糸ってどんな感じだったっけ、うわ、歌ったんや、歌唱力出たし、歌唱力の時よりは上手くなってきたいな、あ、もうゆずさんは今もずっと好き、ほんまに。桜の花びら散るたびに届かぬ思いがまた一つ、涙と笑顔に消されていく、そしてまた大人になって、女々しくて、え、女々しくても夏メロなのかな、女々しくて女々しくて女々しくて辛いよ、おにゃぐクラブはセーラー服を抜かさないで、ダメよダメよ、15年くらい前なんだ、めめしくて、ミスチルさんね、え、なんかドラマで流行った曲ない、なんか、花火かな、花火、それだ、いっぱいあるんや、え、そっか、ミスチルさん、え、わかんない、歌詞なんかどんな感じだったかな、ミスチルさんはね、ネネが好きでね、マジでめっちゃ好きで、アルバムをくれてね、彩りっていう歌がめっちゃ好きで、私や、なんてことのない今日がめぐりめぐりねねねくって、
白黒の僕の毎日に、でてれてれて、でてれてれてて、でんでねてれてれてて、赤黄色に塗り、めっちゃ好きな、めっちゃいい歌だなと。僕のした単純作業が、ララ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 、わからん。この世界を回り回って、花火わからん。歌詞聞いたらわかるかな。あるがま、え、なんだっけ、あ、もう一回もう一回みたいなやつやな、なんだっけ、もう一回集めろ、え、待って、あと私流行ったやつあれ、これなんやけど、トゥトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥみたいな、エグザイルさん、エグザイルのなんかポッキーのダンスめっちゃ流行らんかった、トゥトゥトゥルトゥトゥルルトゥ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 ルトゥみたいな、ポッキーの CM のやつ、あれめっちゃダンス頑張って覚えてたよ私。シェアハピ、そう、中学校でめっちゃ流行った、中学校だったかな、小学校だったかな、シェハピめっちゃ懐かしい、やばい、懐かしすぎてやばい、わ、ランニングマンね、ランニングマンって何の歌だったっけ、ランニングマンって何の歌だったっけ、流星か、流星ね、流星の歌があまり、oh、流行ったよね、ポッキーはガッキー、え、ガッキーはあれじゃない、冬のキスは口のような口どけ、雪のような口どけで、メルティーキスならいいのにね、キスあったかいだろちょっと待って、思い出してしまったキスあったかいだろキスあったかいだろもうおもろすぎた、あれはやばかった、あれはやばかった、はあ、おもろえ、キスってい、やびっくりしたんやけど、え、そうなんて、そこなんやけど、おきちゃん
子供は静かに、はい、同じパターン。懐かしい。年末最後のお仕事だった。あ、それは違うか。他に何の夏メロがあったかな。夏メロってなんか、あ、これこれみたいなのがあると嬉しい、嬉しい気持ちになる。防衛ソング、太陽を浴びて防衛ソング、踊りなそうよ。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために。懐かしい。ホワイトラブ分からん。世界に一つだけの花ね。花屋の店先に並んだ。あ、音楽の授業で歌ったかも。いろんな、あ、音楽の授業じゃない、なんか教会で歌った。なんかなんか転校先の学校ではなんか朝と帰りに今月の課題曲みたいなやつを歌うんです。ただ歌うだけ歌うんですけど。え、これ20年前の曲なん。いろんな花を見ていた。結構前。恋人がサンタクロース、本当はサンタクロース。真夏の果実ね。どんな感じでサビだったっけ。涙が溢れる悲しい季節は、で今夜もだねだね、うんねねね。涙が溢れる悲しい季節は、今夜も冷たい雨が降る。四六時中も好きと言って、夢の中へ連れて行って、忘れられないラメの夜がなってない。にゃ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 に君を忘れない。曲がりくねった道を行く、生まれたての太陽と、ルルルテテルテルテルテ、愛してるの日。え、スピッツって他にどんな曲があるんですか。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやかな、なにゃにゃにゃてる、つぶれるほど抱きしめて、空も飛べるはず。いい声してると思う。ありがとう、慰め。こんなカサカサでごめんなさい。
君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。一回聞いたねえと。天体観測。もう一度君に、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。あ、じゃあ11時にやめます。11時からチリパなので、そこから皆さんチリパに切り替えてください。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。静寂を切り裂いていくつも夜の中一体で、明日が僕らを呼んだって、ララ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 ラという大きな星、ララ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 ラ。サンライズ瀬戸に乗っています。お疲れ様です。何ですかそれ。他に懐かしい曲、こんばんは。私のお墓の前で泣かないでください。え、何それ。分かんない。でも聞いたことある。ちょっと待って、絶対わかる。いや、わかるんだけどね、私の。全部君と出会った奇跡がに変換されてしまってる。もうだって今頭の中で、私のお墓の前で泣かないでみたいな、そういう感じになってるもん、頭の中。はぁ、あ、わかんない。引っ張られてる。はあ、全部混ざっております。どうしても頭か、それしか出てきません。リンダリンダ懐かしい。こっちまでそう思ってしまうだろう、やばい。みんなもちょっとしっくりくる。結構でもね、ドブネズミみたいに美しくありたい。写真には映らない美しさ
があるから、はい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 、リンダリンダやる。うわ、太鼓の達人でめっちゃやったもん。難しかった。リンダリンダ知ってますよ。やばい、もうそろそろ時間が。なんで知っとるってね、太鼓の達人なんですよ。X ジャパンの紅も太鼓の達人です。紅も夏祭りも知ってるよ。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてった打ち上げ花火。難しいもんあれ。テレレテレレテレレカッドルルドドドドドカッドド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 カッドド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 ドカッドドドドドドドみたいな感じでした。テレレテレレテレレカッ、歌ってたもんあれ。歌わんとわからん。くれないもそうよ。くれないに染まったそののれをドドドドカーンドンドルドみたいな、ドドドドカーンか、ドドカドドドドカドドドドカドドドドドドドみたいなのもある。難しい。そう、ドドドドカーンって感じ。あと難しいやつはね、あ、お尻かじり虫のやつもね、めっめっちゃ難しかった。あ、そろそろチリパですよ。だってそろそろチリパが来ました。100年先もにねねてねねね、僕は耳のすべてさ、君は僕のすべてさ。懐かしい。あ、13位、ポッパやしまちゃん。12位、もっくん。11位、サージカル。10位エリアス。9位モヤ太郎。8位タイムファイヤー。7位コニョ、6位バオバブ。5位ムー、4位ライトニング。3位スバル。2位ケイちゃん。1位はコカワ。は最近また可愛くなるからドキドキのコーラー。ありがとうございます。配信を見てくださってありがとうございました。この後はチリパに行ってください。また夏メロ話しましょう。予習しときます。予習予習。バイバイ。チリパ聞いてね。ハッシュタグチリパでつぶやいてね。つぶやくって言うんかな。見てね。ポスト